瞳翔太郎大将11年12月31日は、日本の武士、官僚、政治家、実業家。維新後は、ネイと名乗る。画後は、梅坪。天保14年、二条城爪鉄砲舞行組増進、瞳勝野城の長男として、京都に生まれる。慶応3年12月に、遊撃隊に入隊し、前将軍、徳川義信の護衛に当たる。蕎麦。 伏見の戦いにおいては、伏見方面で戦い、その敗退後は、江戸へ撤退して、徹底抗戦を主張する。遊撃隊の岩八郎ら主戦派と共に、暴走半島へ移動し、城西藩主、林忠敬と合流するなど、小田原や二ラ山、箱根などで新政府軍と抗戦した。奥越列藩同盟に関与し、北関東から東北地方を転戦した後、江戸地へ渡る。 箱館戦争においては、箱館府知事、清水谷金丸に単眼章を渡す使者となり御両閣に、向かうが峠下で新政府軍と遭遇、峠下の戦いに参加。旧幕府軍の蝦夷地制圧後は、蝦夷共和国の松前文行に就任した。明治2年5月11日の箱館総攻撃に、際しては、七江浜に出陣、自制の監視を記号した旗を翻し戦ったが負傷。 箱館病院に入院。5月18日、新政府に降伏し、捕虜として、武前河原藩に預けられたものの、翌明治3年に釈放。5ヶ月間鹿児島に旅し、西郷隆盛などと交流している。維新後は、明治4年、静岡に徳川家が設立した静岡学問所で、校長に相当する学問所大長に就任。明治9年に、 大久保利道の推挙により、官業寮に出資し、製茶業務に従事した。明治10年、群馬県官営工場所長、明治12年茨城県大書記官、翌年には茨城県令を務める。その後は、実業界に転じて、明治20年に利根川と江戸川をつなぐ、利根運河会社を設立、初代社長に就任。その他、札幌ビールや台湾省の会社の設立に、 関与している。明治30年代より、たびたび、旧幕府主催の師団会に出席し、幕末維新期に関する談話を残している。大正11年、死去、去年80、函館戦争において、1869年5月11日、七江浜の戦いに臨む前に読んだもの。ありがとうございます。